こんにちは、ナールスの富本です。今回のテーマは毛穴の開きとたるみ、原因や対策は違うということで、2種類の、毛穴がどう違うのか、また、対策の違いなどを取り上げていくと思います。まずですね、目次を、説明しますと、ナールスで最近やったインスタのアンケート結果を皆さんにお示しします。それから毛穴の開きの症状、毛穴のたるみの症状で違いをお見せします。その後に毛穴の開きの原因と対策、最後に毛穴のたるみの原因と対策をご紹介します。2021年の4月にナースではインスタを使って312名の20代から60代の方の女性にアンケートを取りました。そしたら、なんとですね、1位は毛穴の黒ずみ開きということで 25.6%、 一方毛穴のたるみは 5.8% と、それほど、大きな数字ではありませんでした。過去にやったアンケートではたるみであったりとかシワであったりとかといったのが多かったんですけども、今回、インスタを通したアンケートでは少し違った傾向に出ました。原因として考えられるのは、今までのアンケートよりも若い世代の方が多かったということと、アンケートを取ったタイミングが今回4月だったので、やはり皮脂が多くなって毛穴の悩みが多かったんじゃないかなというふうに思っています。まず毛穴の開きの症状と特徴なんですけども、このスライドの見えてますように、毛穴の開きっていうのは主に鼻であったりとか鼻の周りによく目立ちます。それからその形もですね、だいたい丸いような形になっていることが多いようです。で、実際、今言ったように、まあ丸くなってたりとか、それからやはり T ゾーンですね。ここがテカリ口。それから、鼻とか鼻の周りに発生しやすい。で、肌質は、オイリーな方に多い。もしくは混合肌の方で T ゾーンがテカっている方に多い。それから、開きがあると化粧崩れが起きやすいということもあります。で、基本的には、季節で言えば春あるいは夏に大きいですし、男性であったり、思春期あるいは20代の女性にも多いというのがこの毛穴の開きの特徴で、この図のですね、黄色いところ、これ皮脂ですね。皮脂がすごく詰まっているというのが、開き毛穴の特徴になっています。それからですね、もう一つ言いますと、開いた毛穴の大きさが均一な場合とですね、ところどころ大きくなっているという2つのタイプがあります。で、いずれの場合もですね、これを、ケアせずに放置すると、毛穴の開いたところから細菌や、雑菌などが入ってニキビであったり肌荒れ、いろんな、肌のトラブルが起こってくる可能性がありますので、早めにケアをして改善していくということが大切になります。一方、毛穴のたるみの方なんですけども、これは、頬とか鼻の横に、多く、また涙のような形をしている、長細いですね、今見ていただくとわかると思いますけども、それが、大きな特徴です。で、実はですね、毛穴のたるみというのはですね、ひどくなるとひっついてしまう。毛穴と毛穴がひっついて、帯状になってしまうことがあります。これを帯状毛穴と言います。で、二つこの黄色い部分ですね、毛穴の中の黄色いとこ見ていただいても、それほど、皮脂が、増えてるとかっていうことはありません。つまり、毛穴のたるみは皮脂に関係なく、発生する、肌の悩みです。で、特徴はですね、今もお話ししたように、楕円形あるいは涙型に伸びてるっていうこと。それから、小鼻の横や頬に多いっていうこと。で、毛穴のたるみがある方は、やはり張りとか弾力が低下しているというふうに感じている場合も多いです。また、乾燥するとですね、さらに目立つというふうにも言われています。で、年代的には、やはり30代半ばのエイジングケア世代になってくると目立って、ひどくなると帯状になってくるというのが特徴になっています。で、もう一度戻りまして、毛穴の開きの原因を整理しますと、まあ、基本的には過剰な皮脂です。過剰な皮脂と、古い角質が混じって毛穴に角栓が詰まってしまう。その結果炎症が起きたりとか、角質の柔軟性が失われて、毛穴が広がっていくということなんで、やはり過剰な皮脂をどうケアするかというところがポイントになってきます。
で、ここからはすごく基本的なお話なんですけども、まず洗顔やクレンジングのチェックをしていただく。十分に落ちているか。あるいは、それを強すぎて逆に皮脂が出すぎていないか。ということが一つ。でも大切なのはやはり保湿ですね。保湿ケアをしっかり行うということがすごく基本になります。で、まず、どんな化粧品を使ったらいいかということなんですけども、もちろん、セラミドであったり、ヒアルロン酸、あるいはコラーゲンといった保湿成分が入っているということも大切なんですけども、皮脂をコントロールするという意味では、ビタミン C 誘導体ですね。ビタミン C 誘導体が入っている化粧品を使うというのが、開き毛穴のケアには非常に大切です。あとは、レチノールですとか、あるいはナイアシンアミド、これビタミン B ですけども、それからグルタチオ、これ抗酸化成分、こういったものを合わせて使うということで、より効果が上がると言われてますので、こういった化粧品を使ってしまうというのが、一つの基本になります。一方、毛穴パックとかですね、角栓取りとか、その過度なピーリングというのはですね、かえって、毛穴を悪化させてしまうので、こちらにはやはり注意していただきたいなというふうに思っています。で、もちろん、ここに書きましたことは基本なので、紫外線対策であったり、それから食べ物ですね、皮脂がすごく増えるような油分の多い食べ物なんかは、控えていただくなど、単なるスキンケアだけではなくて、生活習慣全般を見直すということも大切になります。で、もう一方、毛穴のたるみの方は、これはもう肌老化、紫外線によるダメージとかですね、加齢で真皮のコラーゲンやエラスチンが減ってしまう。その結果、たるみが出るっていうことが原因ですので、やはり、エイジングケアが必要になります。で、まあ、保湿をすることでも、少し目立たなくなりますので、まずは保湿ケア。これはもう同じですね。開き毛穴であろうと、黒ずみ毛穴であろうと、すべて保湿ケアというのが基本にあります。それから、ここにいくつかの成分、もちろん、ビタミン C 誘導体もその一つですけども、エイジングケア化粧品で予防的なケアをする。もしくは、抗シワ美容液。これ医薬部外品でレチノールであったり、ナイアシンアミドが入ったものは、シワ改善の効能効果が取れてるっていうタイプの医薬部外品があるので、これでもケアができます。ただし、これらをですね、根本的に改善するっていうことは、化粧品にはできません。医薬部外品であっても、ある程度は改善できても、根本的な改善はできません。なぜならば、化粧品っていうのはやっぱり真皮まで届かないっていうことになって、一度たるみができるとなかなか化粧品で改善するということはやっぱり難しいので、もし目立つたるみ毛穴があってどうしても改善したいということであれば、それは美容医療の適用になります。でもちろんこちらの、たるみ毛穴の場合も、日常生活、紫外線対策といったことが合わせて必要になりますので、開き毛穴の場合であっても、たるみ毛穴の場合であっても同じような対策が必要になるということになります。今回、ケアについては基本的なことだけをお話ししましたが、開き毛穴とたるみ毛穴がどう違うのかということをお分かりいただけたんじゃないでしょうか。本日はどうもありがとうございました。